目指せスーパーリスト。はい、こんにちは、コバです。今日はですね、洗車を、久しぶりに洗車機で行っております。僕はね、機械洗車が怖いので、手洗いでやることが多いのですが、今日はちょっと時間がない時はこのようにしてますよということでございます。洗車機ね、いつも忘れがちなのはこのミラーを閉じることとか、あとはね、サイドブレーキを止めたりとか、そういうことなんですけども、まあちゃんと確認して、この前ですね、リアの、ここのリアワイパーが動いてたことがあって、これはまずいなと思ってすぐ止めたんですけども、ちょっとびっくりしました。で、今ね、洗車機、いろんな洗車機があって、今日のこの、僕がやってる洗車機はですね、これはドコモなんだろうね、いろんなメーカーさんのものがあるんですけど、結構強いんですよ、パワーが。なのでちょっとこれ車傷つかないかなとか結構心配になるんですけど、もしかしたらまだまだうるさいかもしれない、音がすいません。なんですけど、スポンジでね、最近のスポンジで最近の車をやってくれてるので、まあ少しスポンジで最近の洗車機をやってくれてるので少しいいかなっていう気はするんですけど、だとしても結構パワーあります。大雨のような感じに見えますね、後ろ。すごいですよね。で、この動くアームの水が面白いなっていう感じなんですけど、まあちょっとこれはね、ちょっと新しいかなっていう感じでございます。で、僕ね、本当は怖いんでしょうけど、この時点でもうすぐちょっとアクセサリーにしてワイパー動かしちゃうんです。そうすると視界が綺麗になるんで、ただこれもう戻ってきた時にワイパーが動いてると大変なことになるんで、すぐ止めるんですけど、もしこれでワイパーが動いてると、きっと全部飛んでいってしまう、持ってかれてしまうんじゃないのかなという感じなので、ちょっと怖いんですけどね。なのでちょっと気をつけていかないかなと、気をつけていかなければいけないかなと。で、言わんこっちゃないって感じですけど、後ろのワイパー、リアワイパー、ちょっとほら上に出ちゃってます。今の時に動いたんでしょうね。はい、では終わりました。今度拭き取りなんですけども、僕は2枚のタオルを使って拭き取りをしたいと思います。これ拭き取りがね、結構僕勝負だと思うんですけど、急いで拭かないとダメなので、僕としてはですよ、やり方違うかもしれないですけども、まずワイパーちょっと出しておきます。僕としてはこの前のフロント、のあれですね、から拭いていきます。というのも、昔ね、アルバイトしてた頃に、前から拭くんだぞと、前がボンネットが一番熱を持つから前から拭くんだぞと教わったのがね、今まで、僕をそうさせてるんですけども、まあ、いろんなやり方があってね、後ろから拭くとか横から拭くとかあるかもしれませんが、僕は前から拭いております。それでは、フォレスターピカピカになったかな、なったかな。結構ね、高圧で飛ばしてくれてるんで綺麗になってると思うんですけど、拭き取りを行いたいと思います。それでは後ほど。ということで綺麗になりました。タイヤとね、タイヤのタオルと、あとは仕上げを、そしてこれが一番最初に拭き上げる方の、これアストロプロダクトさんってところで買ったいいタオルです。すごくいいです。それでは戻りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。